今回はキハ8500のチョロ Q を開封します。何年の？知らね。とりあえずやりましょう。なんだこの空間。開けていきます。ウェーイってこずってやんの。やかましい。開きました。おお。古いっすね。当たり前だろ。なんか戦車みたいになってますよと。人工通システムみたいですよと。全部取り外したな。連結器は硬いですね。まずこちらから。冷徹時代のだな。なんか倒れなかった。電気スタンド。それよりスカート長いなぁ。やっぱ人工通システムみたい。屋根リアルなのか？印刷じゃなくて成形されてる。結構こだわってんな。次は会津鉄道時代のやつ。ほとんど一緒っすね。こっちには動力ついてないからな。説明省きまーす。次は箱、切符？乗車券がついてるから気になる。新名古屋から540円区間乗れるらしい。今は2024年だから乗れますえ。こっちは田島から200円区間。今は2024年だから乗れますえ。うるさい、わかってる。もう知らない。行っちゃいましたね。代わりにキハ8503。はい。こっちは会津鉄道時代。うん。側面もこだわってるね。リアルだね。いいっすね。いいですね。今回はここまで。チャンネル登録よろしく。